今回の講師は脳神経外科機能外科部門部長中野正幸先生です。手の震えの新しい外科治療収束超音波治療 FUS についてお話しさせていただきます。震え、難しい言葉で心線というふうに言いますが、これは意に反して生じる体の律動的な細かい動きのことを指します。手、頭部、声、下肢などあらゆる部分に生じます。この心線は生理的心線と病的心線に大きく分けられます。病的心線は神経そのものの病気によって生じてくる心線を指します。動作時、姿勢を保ったり運動するときに生じる震えは本体性心線によるものが代表的です。また静止時の心線、何もしていないときに出てくる心線はパーキンソン病が代表的です。その他にも心線はございますが、この2つの病気が大半ですので、この2つについてお話ししていきたいと思います。心線の治療は最初は基本的には薬物治療が行われます。本体性心線に対してはアロチノロール、プロプラノロールといったベータブロッカーが使われます。またプリミドン、クロナゼパムといった転換に使うお薬が使われることもあります。この中で本体性心線に対して保険適用があるのはアロチノロールのみとなっています。パーキンソン病についてはパーキンソン病のお薬が使われます。これらの薬物治療でも十分な効果が得られず、日常生活や仕事に支障がある場合には外科治療も選択されるようになります。心線の外科治療は1960年代から行われており、その一つが高周波凝固術というものです。これは低位脳手術という技術を用いて脳の深部を凝固することによって症状を改善させるものです。次に出てきた脳深部刺激療法というものは、低位脳手術という方法を使って電極を脳の深部に留置いたします。さらに刺激装置を植え込んで、常にその電極から脳の一部分を刺激いたします。それによって心線を改善させるというものでございます。またこれは保険は通らないんですけども、ガンマーナイフという放射線の治療がありまして、これは放射線を一点に集中させて照射し、組織の壊死を起こすということで治療効果を得るものです。収束超音波治療は2019年から保険適用となっています。これは超音波を一点に集中させて照射して組織を凝固するという新しい方法であります。これは低位脳手術を行うときに用いられる代表的なフレームです。このような装置を用いて頭の皮膚を切開し、骨に小さい穴を開け、電極を正確に刺入することで、目的の部分に到達いたします。電極を留置した後、この部分に電気を流して組織を凝固いたします。治療の目標点ですが、視床という構造物が脳の深部にありますけども、その中の一部分、具中間核というところが心線の治療ポイントとなっております。画面左側の丸く白くなっている部分が凝固したところでございます。脳深部刺激療法 DBS は凝固するのと同じ部分に電極を留置して、このようにペースメーカーのような刺激装置を一緒に埋め込んで脳を持続的に刺激いたします。この DBS はリードを埋め込むという手術と永久の刺激装置を埋め込むという2つの手術が必要になります。刺激の条件は外来で調節することができます。次に新しい治療である FUS 収束超音波を用いた機能的低位脳手術について説明いたします。FUS の治療原理ですが、患者さんは治療ヘルメットをかぶります。治療ヘルメットから発する超音波をターゲットの部位に1箇所に集めて、ターゲット部位の温度を54度から60度に上昇させて熱気を起こし、この部分を治療いたします。超音波を頭蓋内に到達させるためには、髪の毛をすべて剃り落とす必要があります。その後、
頭を固定し、治療の際に位置がずれないようにフレームという金属の枠を頭に装着します。これは実際に患者さんが MR ガイドか収束超音波治療機器の中に入った状態ですが、治療中は医師と状況を対話確認しながら超音波を照射します。そして効果を判定しながら治療を進めていきます。医師は震えの症状が改善することと副作用の有無を確認しながら、MRI で治療の部位の温度をモニターしながら治療を進めていきます。そして最後に十分な凝固を得られる温度に上昇させるように超音波を照射していきます。治療に要する時間は約3時間です。それでは実際の治療画面を見ていただきます。モニター、右に映っているのは患者さんです。うちわを持っていただいていますが、うちわが震えているのがわかります。その左隣の画面、中央でグラフの曲線が出てきたものがありますが、これが温度を表しています。温度が徐々に上がってきましたが、そうなりますと、画面右側の患者さんのうちわの動きが止まります。このような形で温度と症状を確認しながら、我々は治療を進めてまいります。超音波照射の合間に、震えがどうなっているかということを確認しながら治療を進めます。これは治療の翌日の MRI の写真です。矢印で示します丸くなっている部分、白い丸い部分が凝固された部分です。これはある患者さんの治療前のビデオです。患者さんには許可、ビデオ使用の許可をいただいております。なかなか渦巻きがきれいに描けません。治療の翌日の動画です。このようにきれいに渦巻きを描くことができるようになりました。中にはこの治療を受けられない患者さんもいらっしゃいます。そういう患者さんは、例えば MRI に長時間入っていられない場合、あるいは治療中医師の問いかけに応答できない場合、あるいは各種検査の結果治療できないという場合もあります。頭蓋骨の条件によっては治療困難であったり、治療中の痛みが大きくなったり、治療後に頭皮や顔面が腫れたりすることがあります。これはこの FUS の治療の国際共同研究で得られた合併症の割合の数字です。治療直後には異常感覚やしびれ、あるいは歩行障害といったものが40%弱に出現いたしましたが、1年後には10%前後に低下していきます。さらに3年間フォローアップされた患者さんでは、しびれは10%以下、平衡障害、ふらつき、歩行障害等も数パーセントに減少していきます。それでは、震えが1年後にはどのくらい良くなっているかということですけども、コアで評価しますと、例えば術前に100点の震えがあったとすると、それが30点まで改善しているというような結果でした。この治療に関わる医師は、脳神経外科医だけではなく、放射線科や脳神経内科、麻酔科の先生たちも一緒に治療に加わってくださっています。以上、新しい手の震えの治療である FUS 収束超音波治療についてお話しいたしました。このお話が震えで悩んでいる患者さんの一助になれば幸いと考えております。